ソレヤ心理カウンセリングセンターの高間です。ゾンビのまま救われたゾンビ様たちの暮らしぶりは、という放送からのレターですね。いつもありがとうございます。感想と質問です。カウンセリングの目的の一つとして、低いセルフイメージを高めることがあると思うのですが、愛着カウンセリングは特別な理解が必要なのでしょうか？いや、そういうわけじゃないと思いますね。みんな、どんなカウンセリングでも、一緒だと思います。また、無価値観は、うつの典型的な心理に思うのですが、無価値観ね。無価値観はうつだけじゃなくて、いろんな、症状にね、あると思います。抑うつとかうつに直結はしていると思いますけれども、無価値観別にうつじゃなくても PTSD でもあるし、特にコンプレックスと PTSD、 複雑性 PTSD は無価値観の塊ですしね、うつとはまた違いますよね。続けます。セルフイメージが低く、自分の価値を感じないまま精神的に健康という状態の想像がうまくできず、セルフイメージが低く、自分の価値を感じないまま精神的に健康、多分そういう状態はないんだと思うんですけれども、どうでしょうか。このゾンビのままに救われるということを、こういうふうに思われたとしたら、それはちょっと違うかなと思います。続けます。また少しスピリチュアルな考えかもしれませんが、セルフイメージが低いと、良くない環境や人間関係を磁石のように引き寄せるように思います。それはあると思いますね。緊張しちゃってちっちゃくなっているわけだから、そういうのは見れば一発でわかるので、食い物にしたい人にはもう食われちゃいますよね。またその状況に甘んじてニコニコしていると、これも分かりやすい人だから食われちゃいますね。余計に仕事や都合の悪いことを押し付けられるゴミ箱のような役割になってしまうのではないか。まさにその通りですね。勝手に心配になってしまったのですが、理解が浅すぎる想像でしょうか。ここで言うセルフイメージが低く、自分の価値を感じないまま精神的に健康、こういう状態はないと思います。だから、ゾンビのままに救われるっていうのは、ゾンビのままだからセルフイメージが低いっていうふうに思っていらっしゃるんでしょうね。これはね、ゾンビのまま救われるだから、救われるって思った瞬間にセルフイメージ転換してるんですよ。上がってんですね。だから、ゾンビは変わらないから、でも、もうゾンビなんだけど、ゾンビではなくなっているという意味合いなんですよ、このお話は。だから、ゾンビのまま救われる、ゾンビの形は変わってないんだけれども、心は、ハッピー、心は神様みたいな、そういう感じ。よくスピリチュアル系の人が言うのかな、ちょっとわかんないけど、私この話聞いたのは、催眠をやってる時に、催眠の先生結構スピリチュアル、かなりスピリチュアルな人だったので、その影響は私も受けていて、私も多分かなりスピリチュアルなんじゃないかなと思うんですが、それは気がつかれないようにはしてますけれども、気づいている人いらっしゃいますかね。その先生が言うには、目の前に乞食が来たら神様と思いなさいということですね。実際に神様が
古事記に姿を変えてあなたを試しに来ています。まあそういう話なんですね。だからゾンビのままなんだけど、ゾンビのまま、古事記っていうのは今言うとこれ放送禁止用語ですよね。ちょっとしまったっつって、これを編集なしでやってるんで、ここは取り返しつかないんですが、聞かなかったことにね、しておいてくださいね。で、まあそういう、こう、見た目がとっても汚くて、こう、なんかどうしようもない、救われなさそうな人が、姿は変えずにそのままで、心はとっても清い人だ。そういう状態になるったのがゾンビのまま救われたということです。だからセルフイメージが低くはないんですね。で、自分の価値も感じているんですよ。このゾンビの私っていう価値なんですね。だからもうこれ簡単な話だと思うんですけど、どうですかね。別になんか特別な話を言ってるわけじゃなくて、当たり前のことをまあ私は話したつもりなんですけれど、ちょっとゾンビっていうイメージがなんか強すぎちゃったかもしれませんね。誤解していただかないようにお願いいたします。今日はゾンビはセルフイメージが高いというお話をしました。それではまた。